えー、かけがえのない地球というふうに、まあよく言うわけですね。まあ野にはバラが咲き、まあウサギが飛び跳ねると。まあ空にはヒバリがさえずりですね。大海原には魚がキラキラと泳いでいると。まあ柔らかな太陽の光、雲に覆われた、まあ、地球はですね、私たちの宝であると。これはまあ確かでしょうね。私たちは、 地球ででななけければ、まあ、ほぼ生活ができないわけになります。その地球というのはですね誕生した時に、まあ、今は嫌われ者になっている二酸化炭素ですね CO2 とも言いますが、まあ、二酸化炭素日本語では二酸化炭素がで,できておりましてでこの空気の中の二酸化炭素を食べて我々生き物つまり命が誕生したわけです、まあ、今から実に37億年前のことでありました えー、二酸化炭素が食料なもんですから、えー、それからずっと生物は、まあ、二酸化炭素を食べて命をつないでですね、まあ、現在に至っているわけですが、まあ、37億年というのはあまりにも長い歳月だったので、えー、最初に空気の95%、まあ、これほとんどなんですけども、えー、これが二酸化炭素だったのに今では0.04%ですから、ほとんどゼロになったと。 まあ95%が0.04になったと言ってもいいし、ほとんど全部が二酸化炭素だったやつがほとんどなくなってしまったと言ってもいいわけですね。まあ、私たち人間はですね、実は直接二酸化炭素を食べることのできない、い、まあ、わば血管生物なんですけども、えー、その代わり米にですね、稲に二酸化炭素を食べてもらいまして、日本人の場合はですね、稲に二酸化炭素をまず食べてもらって、稲がためあ、溜めた米粒ですね、 まあこれ炭素でできてるわけですが、これをまあいただいていると。まあ、ということで、人間というのはまあそういう意味では、稲よりかはずっとダメだというわけですね。えー、まああのところがこの人間、自分で二酸化炭素も食べられないし、時々環境なんか汚したりなんかしてるこの二酸あの人間もいいところもあるんですね。それは、 地下からかつての生物の死骸の石油や石炭を掘り出して、えー、それを空気中の酸素で燃やしてですね、二酸化炭素を元の,この空気の中に戻すっていう、まあこの最初の生物が誕生したわけですね。これをよあの読んだ方でですね、二酸化炭素が悪者だとか思ってる方もおられると思うんで、えっていうふうに思うかもしれませんが、 二酸化炭素があるから我々の命が続いてきたわけですね。もし二酸化炭素がなくなってしまったら、この地球上から生物は全て姿を消すわけであります。本当にこう、神の廃材なのか、神様のお示ししなのかと思うこともあるんですが、生物は37億年こうやって命をつないできたわけですね。 ほとんどの生物は、誕生して二酸化炭素を食べ、死んで、それが腐食して、また二酸化炭素に帰るんですけども、ほんのわずかだけ土の中に入ってしまうんですね。土の中に入ってしまうと、酸素がないので、そのまま石油とか石炭とか、そういうものになってしまうと。ということで、ほとんどはぐる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 回ってるんですけども、 土がなければもちろんそれでいいんですけども土があるもんですから水の中もそうなんですけど沈んでしまったらもう、えー、元に戻らないんですねですから37億年もう長い間生きてきたので命がですねついにもうなくなる寸前だったんですねですからもし人間があと1億年ほど遅く誕生したらというのは37億年目に誕生したんですけど人間が38億年目に誕生したらですね もうすでにその時には地球には生物はいないはずなんですね。二酸化炭素がありませんから。だからもちろんまあ理屈から言えば人間が1億年ほど遅く誕生したらという言い方自身がちょっとおかしくて、えー、もし人間が1億年ほど遅くなったらもう地球の生物がすべて死に耐えているので、まあ人間も誕生しないと。まあこういう言うのが正しいんでしょうね。 えー、ところが人間だけがこの違うことを始めたわけですね。それはかつて空気中にあった二酸化炭素を生物が自分の体にして、ほとんどは元に返すんですけども、地中に埋まった部分、部分、これが石油や石炭なんですけども、これを掘り出して、まあ、そしてそれを燃やして、元の空気に戻す生物、人間をこのように登場させたわけですよね。 この地球の全ての生物が死に絶える寸前に二酸化炭素を増やすことのできる生物を登場させたと。まあこういうことになりますとね、まあこれは神業かなと思う部分もありますしまた考えようによってはですね、まあ、宇宙の星の多くは二酸化炭素ででの空気でできてますので そこで比較的気温が地球に似たようなところではですね、これまあ難しければ炭素炭素結合を切断しない程度の温度まあこういうことになるんですが、まあ生物が発生するわけですね。その中には人間のような生物がついに出てこなかったので、そのまままた死の星になったのもあるでしょうね、この宇宙には。それからまた人間のような生物がもっと早めに現れた星もあるんじゃないかと思うんですね。 え、ま、その星によって、え、生命が耐えるところと、ま、続くところとあると。ま、それには、地球のような場合には、二酸化炭素を出す生物、これが登場するってことが必要ですね。ですから私、今、あの、二酸化炭素で温暖化するとかるとか言ってですね、温暖化しないっいうのは後に話しますが、二酸化炭素を減らそうとかですね、ましてあの、低炭素社会ってら言ってる人は、 何を考えておられるんでしょうかね。えー、まあ、知識がないつってもですね。ある程度社会に対して意見を言うような人はですね。まあ、地球の歴史ぐらいはご存知でしょうから。えー、我々生物というのは二酸化炭素を食料としている。お米を食べるときですね。このお米は稲が二酸化炭素を取ってくれた、その、その残りって言いまのはその、 まあま、せ、稲、稲が生きた残りですね。だいたい二分の一なんですけど、それを我々がいただいてるということくらいは、毎回毎回の、毎日毎日の食事の時に、えー、手を合わせて神に感謝するときにですね、まあ、二酸化炭素様と言って食べてんじゃないかと思うんですけどあれですね。特に私がちょっと変だと思うんですが、お金を中心にもともと物を考えてる人ならですね、またまあ、いいんですけどね。まあ、その時その時のご都合ですから。 環境が大切だとか、命を守ろうと言ってる人がですね、今植物がこんなに薄い二酸化炭素のもで苦しんでいるということを肌で感じないのかなと思うんですね。温暖化で困るのはまあせいぜい温暖化しませんけどね、しませんけど温暖化で困るとしたら人間ぐらいなんですが、植物はもう少し暖かい方がいいからですね、もともと地球に氷があるという状態が、あまあ、おかしな状態ですので、 まあそういう点では植物としてはもう少し温かい方がいいわけですからこの環境を守るとか命が大切だっている人は自分のなんかわずかなこう人生の中でのことだけを考えておられるんでしょうかねせっかく神様が二酸化炭素がついに亡くなる寸前にそれを増やす人間を誕生させたせっかく人間が出てきたんですから やっぱり自動車を走らせ、石油を燃やし、エアコンをつけてですね、一生懸命になって二酸化炭素をまあ空気中に戻さなきゃいけないと。こういうふうに私は思うんですけども。まあ、読者の方でですね、なんでそんな二酸化炭素を減らそうとしてるのか、まあ、お分かりの方がおられたらですね、本当に話を聞いてみたいなっていう感じもしますですね。